はい、皆さんこんにちは。私ペペリアと申します。よろしくお願いいたします。早速ですが、東錦の愛好会であるですね、関東再林会の第2回目の研究会がですね、2023年の9月に行われるということで、お伺いしてですね、許可を得て撮影をさせていただきましたので、ご紹介したいというふうに思っております。それでは早速いきましょう。はい、改めて関東再林会の第2回目の研究会ということで、今ご覧いただいている通りにですね、今回の研究会はですね、前回と同じように会員の皆様がいいと思った魚に、投票していく入れ札制を取ってまして、札が多い順に今並べ替えをしております。で、並べ替えたらですね、今度は会員の皆様、まあ審査員の方々で、どれが1位なのか2位なのかみたいなことを議論していくという感じになっております。頭も決めちゃっていい？皆さんどうか。今だから、このタイプ、うちのやつは結構特大だけど伸びてて、こっちは、俺のなんかはこんな感じなんですね。体の成長が早くて。だから、まあ、バランスという意味では、まあ、何人いるかっていった時には、こっちの方がいいのかなって思って。みんなの意見が大丈夫なら、これで決めちゃいたい。ここがどうなのっていう意見は、まあ、そうですね。これ多分2人の魚なんで、決めにくいんだよ、うん、いいと思うんだよ。まだ手指差しにしましょうよ。 俺らで抜いて、俺こっち差すからいや、こっちがいい人近くからこっちもうちょっと動作、あともう5ミリとかだったらちょっと、これと、じゃあこれでいいじゃん。はい、ということで今回は関東再林会の研究会1席から3席が決まる際の議論をですね、許可を得て撮影させていただきました。魚を見る着眼点とかですね、普段なかなか聞けない会話ですので、何かの参考になれば幸いでございます。再林会とか東錦にご興味が あるという方はですね、11月の5日に品評会ございますので、お近くの方は見学もおすすめでございます。今回はそんな感じで、ではでは。